第2レース1着となりました1号艇カナダユキコ選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。大事な1号艇しっかりものにしましたね。はい、それではレースを振り返っていきます。進入地から1、2、3、4、5、6、カナダ選手1コースからの戦いでスリットは隣の方が少し先行する形になりましたが、そうですね、起こしが展示よりちょっと、来なくて、2の方がすぐ見えちゃったんでちょっと焦ったんですけど、まあ、行き足はそんなに悪くないかなって思う感じですね。はい、1マークを仕切っていきましたが、でも1マークは比較的冷静にはいけましたか。あ、はい、1マークだけ乗りやすいです。1マークだけ、あ、ちょっと2マークが2マークがあらららららら、はい、風の影響とかもありますかね。昨日より若干強めですかね。はい、そしてね、あの3日目になりましたけれども、ここまでの船足っていうのはいかがでしょうか。昨日レース終わって少しエラー調整したのが、はい、結構感じがいいので、向きの感じとか、まあ、ちょっとあの動き出したので、はい、良くなってます。はい、良くなって、今日は1回走りですけれども、明日に向けての調整、はい、今何か考えていることありますか。そうですね、プロペラがちょっと中途半端なので、もう少し合わせていきたいと思ってます。では最後、ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、予選突破したいです。頑張ります。ではカメラサインを書いていただきます。カナダユキコ選手、白星となりました。1号艇ということで、はい、今2マーク見ても分かる通りかなり向かい風強いので、まあ、楽な逃げはなかったと思いますが、しっかり押し切られましたね。はい、ご自身もコメントありましたが、ただこのあたりしっかり調整するとお話もいただきました。はい、はい、ポーズ